どうもご無沙汰んたんご、自分文と申します。今回語る映画はこちら、伯爵。ネルーダやジャッキー、スペンサーなどといった歴史上の人物を数多く描いてきたチリの巨匠パブロ・ラライン、彼の新作がですね、ネットフリックスで配信されました。本作は先日行われました第80回ベネチア国際映画祭で最優秀脚本賞を受賞しているんですね。で、今回も歴史上の人物を描いているんですよ。それがアウグスト・ピノチェットという人で、チリの独裁者ですね。アジェンデ政権を軍事クーデターで倒して、その後16年ぐらい独裁国家を築いた人がいるんですけれども、それを描いているんですよ。ただ描き方がかなり特殊でして、なんといってもですね、もしアウグスト・ピノチェトが吸血鬼だったらどうなるかなっていうアプローチで描いているんですよね。すごい意外な作品ですよね。で、実際に見てみると想像以上にもっとヘンテコな作品になってたんですよ。なんか吸血鬼映画っていうと、その昔あったじゃないですか、リンカーンがヴァンパイアになるみたいな映画、ああいう感じなのかなって思った。まあそうではないんですよね。で、なおかつそのチリの軍事クーデターの話結構やるのかなって思った、そうでもなくって、廃墟を舞台にその隠居暮らしをする、そういった部分が大部分を占めている作品となっております。結構ハイコンテクストで難解な作品なのかなって思いました。なので今回はですね、ピノチェットってそもそもどういうことしたのっていう話と、あとはパブロ・ラライン監督自身が結構ピノチェット政権に関する映画撮ってきているんで、そのお話をしようと思います。で、まあ、もしね、伯爵見てちょっとよくわかんないよとか、これから見るんだけれども事前予習したよっていう方がいたら、この動画参考になるかもしれません。それでは行ってみましょう。ピノチェトっていう人はどういう人かっていうとですね、まずね、1915年に生まれの人なんですね。2006年まで生きた人ですと。で、彼はですね、1973年の9月11日に軍務クーデターを起こしているんですよね。で、当時の世界情勢っていうのが、その社会主義国と資本主義国がバチバチに戦ってた、覇権争いしてたって時代なんですよ。アメリカは資本主義派だったんですよね。それに対してロシアとか中国が社会主義派で、それぞれがその仲間みたいな、仲間の国を増やしていくみたいな、戦国時代みたいな感じだったんですけれども、そんな中ですね、チリは選挙によって社会主義国家が出来上がったんですよ。アジェンデ政権っていうんですけれども、それにアメリカはビビるんですよね。このままだと中南米の国がどんどん社会主義国いっぱいできちゃって、俺にとって都合が悪いよってなるんですよ。そこでニクソン政権下で、その CIA からその資金援助とか軍事支援とか受けて、ピノチェとかクーデターを起こします。まあ、代理でちょっとチリの、アジェンデ政権倒してくれみたいな感じになるんですよね。で、それでクーデターに成功して、その後16年ぐらい支配するみたいなことを行いました。結構人バンバン殺して、やばいことやってた人なんですよね。で、パブロ・ラライン監督は、そういったそのアジェンデ政権を批判するみたいな映画を何本か撮っているんですよ。で、一つ目がですね、トニー・マネロという作品で、これちょっと見れてないんですが、内容が面白そうなんで、ここで紹介しようと思います。トニー・マネロって聞いたことないですか？そうです。サタデー・ナイト・フィーバーの主人公の名前なんですよね。トニー・マネロのモノマネ大会みたいなのがあるらしくって、で、そのコンテストに参加しようとする男の話を描いているんですよ。
で、サタデーナイトフィーバーって言うと、まあ、ビージーズの曲が結構かっこよかったりとか、ジョン・トラボルタのダンスのビジュアルとかが印象的な作品じゃないですか。でも、本質はかなり暗い話なんですよね。日常を送る上ではもう冴えない生活を送っているわけですよ。でもダンスフロアだけが唯一輝ける場所で、そこでそのかすかな希望を見出すみたいな話なんですよ。で、その本質を引き継いで、その地位で描こうとしたっていうのがトニー・マネロで、まあ一見すると奇抜な内容に見えて、本質的なものを描いているっていう作品なんですよね。ちょっと発見したら当チャンネルでも紹介しようかなと思っております。で、もう一つがですね、ムビという海外のサイトで今見られるんですけれども、ポストモーテムという作品があって、これがですね、チリの軍部クーデターそのものを描いている作品なんですよね。ある男がダンサーにちょっと恋をするみたいな感じになるんですけれども、その恋をした女の人っていうのが、そのアジェンデ政権派の家にいる人なんですよね。で、9月11日のその軍事クーデターが起きるときに、その、まあ、追われる感じになって、で、男はその彼女の面影を追いかけるみたいな話になってるんですけれども、これがめちゃくちゃ怖い作品になっていて、それこそ虐殺のシーン自体は全然見せないんですよ。ただ、その、クーデター当日になると、もうガガガガガみたいな感じで、すごい爆撃音みたいなのが鳴り響くんですよね。これがすごい怖くって。で、その後のショットになると、その病院みたいな施設かな、そこで膨大な人が倒れているんですよ。もう死体がいっぱい倒れてて、むごいんですよね。で、瓦礫の山をどんどん積み上げていくみたいな感じになってて、もう見るだけで、ゾッとするような作品になっていました。で、あとこれありますよね。日本でも劇場公開されて話題となったノーという作品があって、これはピノチェト政権下において、その反ピノチェト派が、なんか立ち上がろう、民主主義を立ち上がろうみたいな感じのことをやろうとするんですけれども、やっぱり独裁国家なんで CM とか全然打てないわけですよ。テレビ放送とか支配されているわけですよね。ただ1日15分だけ CM をしかも深夜に流すことができるんですよ。で、そこでどういう CM を打てば、市民を立ち上がる出せることができるのかっていうのを考えていく作品なんですよね。で、このようにパブロ・バライン監督はピノチェット政権をちょっと変わったような視点で描くっていうのを得意としていて、で、今回の伯爵という作品をピノチェットをドラキュラ、吸血鬼に見立てるという面白いことをしているんですよね。で、この映画の特徴として、後半なんかずっと廃墟みたいなところで、なんか隠居暮らしをするみたいなパートがあって、これよくわからないって方いると思います。ただ、これを読み解く上で重要な作品、パブロ・ラライン監督作っているんですよ。それがですね、ザ・クラブという作品で、これはベルリン国際映画祭で審査員グランプリを受賞した作品。日本ではラテンビート映画祭でちょっとだけ上映された作品があるんですよね。これ大傑作となっていて、カトリック神父がいるんですけれども、何人かいるんですが、性的虐待を行ってたんですよね。ただ、スキャンダルみたいな感じで世に情報が出回るとまずいんで、田舎で、ほとぼりが冷めるまで隠居暮らしをするっていう、そういう映画なんですよ。伯爵も同じことやってるんですよね。やっぱ、軍事独裁ずっとやってきて、結構むごいことやっているんで、だんだんと立場が悪くなってくるんですよ。で、立場悪くなってきたから、一回、血を吸えば永遠に生きられるんですけれども、血を吸わないようにして、死んだように見せかけて、で、ほとぼり冷めるまで、田舎でちょっと暮らしておこうみたいなことをやるんですけれども、同じことをやっているんですよね。で、これ、実際に似たようなことをピノチェとやってて、それの風刺になっているんですよ。で、ピノチェットはですね、1998年に病気になってしまうんですよね。
でイギリスに渡るんですけれども、そこでスペインからの要請で拘束されてしまうんですよ。でこれなんで拘束されたかっていうと、その在職中にチリ在住のそのスペイン人にすごいひどいことをしてしまった、そういう容疑があるから捕まえようみたいな感じになったんですよね。ただその病気を理由に釈放されてしまって、帰国することができたんですけれども、それを風刺しているんですよね。結構面白い描写だなって思いました。でこの映画見て、別の映画を思い浮かべたんですよ。それがですね、独裁者たちの時という作品で、以前当チャンネルでも紹介した作品ですね。なんか死後の世界みたいなところを舞台に、ヒトラーとかそういうムッソリーニとかいろんな国の独裁者が一堂に会する、アッセンブルするみたいな映画があったんですけれども、なんかそれと似たような作りをしているなって思いました。結局そのピノチェとは死のうとしているんですけれども、全然死ねないんですよね。でこれっていうのが、そのいわゆるその歴史上の人物として教科書とかに載るじゃないですか、ヒトラーとか載るじゃないですか。載ったらそう、ある意味永遠の命を与えられるわけですよね。すごい悪いことをした人として教科書に載って永遠と語り継がれると、死のうとしても死ねないですよねっていうのを、独裁者たちの時もそのこの伯爵もやろうとしていて、結構共通点あるなって思いました。で独裁者たちの時の監督がソクロフ、アレクサンドロ・ソクロフという人なんですけれども、彼もその歴史上の人物結構描いてきたんですよね。ヒトラーですとか昭和天皇とか描いてきてたんですよね。で歴史上の人物をプライベートを映すみたいな感じの映画を撮ってきてたんですよ。なので意外とそのパブロ・ガラインをその分析する上でソクーロフと重ねてみると面白い発見があるんじゃないか、歴史をどうやって切り取るかっていう点で割と共通点がある監督なんじゃないかなって思いました。とはいえやっぱり難しい映画だなとは思いましたけどね。ビジュアル白黒だったりとかして結構面白い演出多いんですよ。なんか女の人が宙に浮いたりとかするじゃないですか。でもその裏に何が隠されているのか、何を言おうとしているのかって考えると、もうちょっとピノチェト政権とか勉強した方が楽しめるのかなって思いました。いかがでしたでしょうか。今回はね、手短に語ったんですけれども、パブロ・ガライン監督はかなり面白い作品。最近よりも初期作の方が結構面白かったりとかするんですけれども、あと何と言っても一番ザ・クラブが面白いんで、そう、なんとか配信に来ないかなって思っているんですけれども、もしね、興味ある方いましたら、そのパブロ・ガライン監督の過去作を追ってみたりとか、ピノチェト政権について調べてみたりとかしてみてはいかがでしょうか。当チャンネルではこのように、マイナーな作品を積極的に紹介していく映画系 VTuber となっております。もし面白かったらチャンネル登録、高評価お願いします。それでは、また今度。